前回のオリエンテーションに基づいてプランニングしていただきましたカメラの埴輪や CF 案をプレゼンテーションしていただきたいと思います。でまず電白堂さんからお願いします。電白堂 CR 局の井出でございます。今回のこの企画に関しまして、まず我々は御社の立地条件あるいは人口の流動調査、御社店内におけますユーザーの動線調査のリサーチを行い、その結果最終的に打ち出されましたのがこのコピーでございます。どうぞご覧ください。おお。ではこのコピーを使って実際に制作いたしましたデモフィルムを見ていただきましょう。しかも15秒の2階建てです。深夜のテレビでおなじみですが、2回連続で同じ CM を流すことを2階建てと言います。チャキピシッバキワンバシッゴシッジャッキン、カメラが安いバシッ、うん、カメラの埴輪やチャキピシッバキワンバシッゴシッジャッキン、カメラが安いパシッ、うん、カメラの埴輪や、うん、いかがなことでございましょう、うん、甘い甘いわ。カメラが安い、この7文字でなんぼ取りはるんか知らんけど、うちならこの7分の3の値で3倍の効果を出してみせますな。おお。ではなにわ広告社さんにプレゼンテーションをしていただきましょうか。ぶっちゃけて言いまして、うちのコピーはこれですわ。カメラス、この力強い響きはどうですか。短い、しかも3文字やから料金は7分の3でよるし。しかし効果が3倍ってのは、まあ先ほど皆さんが見たのは15秒 CM の2階建て、うちは5秒 CM を使うて6階建てで流しますのや。6階建て、あ、そうや。じゃけーん、カメラの埴輪や、カメヤス。ジャゲーン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 、カメラの埴輪や、カメヤス。カメラは亀より名が多い。ラララといえば埴輪や。To Tokyo, what time is it now? Sorry.